ロンドンにあるハーベー・ニコルズの外観、ハーベー・ニコルズとは、イギリスに本店を置く百貨店の一つである。日本語では、ハービー・ニコルス、ハーベー・ニコルズなどと表記することもある。愛称は、ハービー・ニックス。イギリス国内外に店舗を展開する百貨店であるが、日本の旅行ガイドブック等では、ロンドンナイツブリッジにある店舗を紹介していることが多い。このロンドンの店舗は、 ブロンプトンロードとスローンストリートの交差点の東南角に位置し、売り場は地下2階から地上6階まである。店舗前にロンドン地下鉄ウピカデリー線、ナイツブリッジ駅の出入り口がある。同じくブロンプトンロードに面する百貨店であるハロッツはここから徒歩約3分のところにあり、両者はしばしばライバル視されている。このロンドンの店舗について、 日本の複数の旅行ガイドブックの紹介記事で共通している内容はファッション関係の商品が充実していることである。ロンドンの最新ファッション商品を取り揃え、流行の最先端を行くとまで評されている。また、ロンドンの店舗の6階にはレストランや食料品売り場があり、オリジナルパッケージの食品が並んでいることが特徴とされる。日本料理レストランのよう、 数種もこの木座橋にある。1813年、ベンジャミン・ハービーがナイツブリッジに開業したリネンショップが前進。1820年、コロネル・ニコルスと共同経営となる。前述のロンドンの店舗のほか、イギリス国内やイギリス国外へも店舗展開を行っている。ロンドン以外で店舗のある都市は次の通り。ありがとうございます。